C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日は篠さん教えてのコーナーをやっております。前回と同じようなカラーについての動画を撮らせていただいているんですけども、今日はですね、トーンダウン専用ノンアルカリカラーとは何だろうかということについて説明したいと思います。実はですね、チームではですね、中野製薬のキャラデコっていうカラーを、中野製薬のキャラデコですねっていうカラーを使っているんですけど、メインでもちろんね、これが完璧ではないです。完璧ではないので補えないところ、特にですね、前回の動画を見ていただくと分かるんですけども、ハイトーンのレベルとかっていうのがちょっとですね、弱いカラーです。優しいカラーだから全部補えるわけじゃないんですけども、メインで使っているのはキャラデコになります。その中でですね、キャラデコをうちが使う最も一番重要なポイントというのが、このノンアルカリカラーがラインナップされているカラーなんですね。でもちろん他のメーカーでもそういったカラーがラインナップされているものはたくさんあります。じゃあこのノンアルカリカラーとは何ぞやということになるんですけれども、主にここでございます。一番最初のカラーって何っていうところですね、動画を見ていただくと分かるんですけれども、カラーっていうのは1剤のアルカリと2剤の加水、加酸化水素が反応して酸素を発生して、その酸素でメラニン色素を溶かし出してブリーチ効果によって明るくします。そこに色素が入って加水の酸素で酸化して発色するというふうな仕組みになっているんですけども、ざっくり言うとですよ、ノンアルカリカラーっていうことはですね、アルカリがないので、ほぼっていうかないんですよ。ないので、まずこの2番ですね、2番の方見てもらうと、アルカリ剤の作用により加水から酸素が出てメラニン色素を溶かし出すっていう効果がまずないわけです。ってことはですね、ブリーチ効果がないってことですから、髪の毛が明るくなることはないです。でもですよ、1番、1剤のアルカリによって髪の中にカラーザを入れるっていうこともアルカリがないからできないわけじゃないですか。じゃあなんで染まるんだということになるんですけども、このですね、ティンターっていうのはですね、先ほど言ったトーンダウン専用のカラーなんです。何が言いたいかっていうと、染まっている毛でないと染まらないです。なぜか、それはですね、新生毛っていうのはキューティクルの構造とかもしっかりしていて、もちろん染まっててもちゃんとしっかりしてるんですけど、それをですね、開かせるというのはですね、アルカリがないとほとんど開かないです。ただ水で濡れただけで気持ちいい髪の毛っていうのは膨張します。要するに髪の毛っていうのは、まあ、癖毛の人だと分かるんですけども、空気中の湿気をしただけで癖が出たりとかするじゃないですか。逆にストレートの人はいくら巻いても空気中の、水分があるとストレートに戻ってしまう。そのくらい水分に敏感なんですよ。髪の毛は水分が濡れると、すぐ吸ってしまって膨張します。髪の毛の中に浸透するぐらいの、まあ、膨張の仕方はしてるということなんですね。ってことは、開かなくてもトーンダウン専用のノンアルカリカラーでも水で膨張したところにはカラーを中に入れるぐらいの力はあるっていうことですね。で、中に入った時に次にやるのはブリーチ効果ないので、加水の酸素で色素を発色させて、中にとどまらせることはできるんです。ってことはですね、トーンダウン、中に色素を入れるってことはトーンは必ず下がりますから、トーンダウンしかしないってことです。
トーンアップは絶対しないんです。そしてメラニンを溶かし出す効果がないので真っ黒の毛には反応しません。ってことは何がいいかというとですね、カラーリングを何回も何回も重ねても最初の明るさよりも明るくならないっていうことなんですよ。これがノンアルカリカラーの一番いいところです。使い方としてはこれ頭、これ髪の毛、1番2番、1番、例えばこれ2ヶ月で伸びた部分、新生毛って言いますね。こちらもともと染まってるところになります。例えば極端の例を言うとですね、ノンアルカリカラーを使ってないサロンでここが黒くなってここが明るくなっちゃった場合、例えば7レベルにしたい、7レベルにしたいと言った時に根元を7レベルの薬でここを塗布します。そしたらそのままジューッとこっちまで塗ってしまって時間を置けばこちらはトーンが下がってこちらはトーンが上がりますので、ワンメイクって言うんですけどバンって塗れば割と均一になります。ただノンアルカリカラーの場合にはトーンアップ効果がないので根元からポンと塗っても明るくはならないです。なのでノンアルカリカラーの場合には、どっちが先でもいいんですけども、伸びたところはアルカリの7レベルで最初にここを塗布して、その後にここを7レベルのトーンダウン専用のノンアルカリカラーを塗って塗り分ける必要があるんですね。でそうするとですね、ここの部分、もともと染まってる部分は最初に染めた明るさよりも2ヶ月経って戻ってきた時にその時より明るくなることはありません。ただ全部アルカリでやった場合にはもともと明るかった場所も微量ですけども中からメラニンを溶かし出す効果が発生するので、前回染めた時よりも次回抜けてきた時の方が明るくなります。これはですね、例えばですけど2ヶ月に1回自分でカラーを染めてる人なんかで顕著に起こる現象なんですけども、1回目抜かれて2回目抜かれて3回目抜かれて4回目抜かれてで根元をどん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 染めていった時に毛先まで全部染めた場合には毛先は何回も何回もカラーリングが重なります。重なれば重なるほどブリーチされているのでどん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 明るくなります。毛先に向かってどん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 明るくなってきてしまうわけですね。だけどノンアルカリのカラー剤はトーンアップ効果がないので何回繰り返しても今以上に明るくなることはありません。抜けても今以上に明るくなりません。ですから何回も何回もブリーチをされないのでダメージも少ないです。これはですね、1回こっきりやっても大した違いはないんですけど、これが1年とかいうところの回数になってくると絶大な違いが出てきます。なのでシーノはノンアルカリカラーを使っています。ちなみになんですけども、中野製薬さんのお話によるとカラーの出荷量の話で言うとノンアルカリカラーは本当に 10% ぐらいしか出荷量がないそうです。でもシーノの場合にはノンアルカリカラーの方が使用量が多いです。なぜか、リタッチするより毛先に塗った方が量がたくさん塗るからですね。だからノンアルカリカラーの方が量を使うんですよ。で出荷量が 10% ぐらいしかないっていうことですよ。かなり少ないサロンしかノンアルカリカラーを使ってないということです。私が思うに
自分が担当しているお客様、キン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 になって嫌だっていう人なら必ずノンアルカリカラーを使うので、ノンアルカリカラーを使うお店っていうのはお客様のことをすごく考えてる店だと思うんですよね。お客様の髪の毛をキンキンしたくなければノンアルカリカラー、いくら優しいカラーで、加水のパーセンテージを落としてもブリーチ効果はあるので、ノンアルカリカラーでやった方が絶対的に優しいということですね。ということで、ノンアルカリからお分かりになられましたでしょうか。それではこの辺で動画一回締めたいと思います。失礼いたします。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。